さあ皆さん、理工学部行ってみたいと思います。本日の講師が分かりやすく説明しますからね。さあ今日の長文読解はこれ、段落は4つなんですが、これをちょっと全部やってるとですね、ちょっと集中がちょっと長くなってしまいますので、最初の3段落行ってみたいと思います。そこまでいけば理工学部の全体像もしくは難易度などが分かっていただけるかと思います。でその後は今後の勉強法、こういう流れでいきますからね。頑張っていきましょう。さあ皆さん、まずこちらの設問の指示の一読をお願いします。さあ皆さん、まずは第一段落を一読していただいた後、こちら問いの1番ですね、考えていただけるとよろしいかと思います。さあ皆さん、まず選択肢の A からいってみたいと思います。皆さん、棒線引っ張りましたが、 intellectual fashion、 まあ確かにここに書いてはいるんですが、皆さん A の前半ここですよね、問題を起こしていると。でそういう話が書いてあるかと言われたら、まあ書いていないですね。そして皆さん、選択肢の B ですね。皆さん、これもここには一応あるんですが、選択肢 B の前半ですよね。目的を説明しているという話があるかというと、やっぱりないですね。そして選択肢の C のここですね。で、皆さん、moral judgments の話もここには書いてはいるんですが、やはり選択肢の前半ですね。具体例を提供しているという話があるかというと、やっぱりないですね。となってくると、選択肢の D。このテクスト、それが何に関して喋っているのか、つまりどういう内容なのかですね。それを introduces、導いてくれてます。つまり我々がこう読もうとしている文章の導入。で、その導入と言えるところはこちらですよね。皆さん聞いたことあるかと思いますが、皆さん段落の一番初っ端の文章ですね。で、それが皆さん疑問文で始まっていると。で、そういう場合は問題提起ですよね。つまりこのあたりの内容を今から喋るんですが、皆さん、why? なぜでしょうね、という感じで読者に問題を投げかけてるんですね。それは今から語ろうとしている内容を暗示しているということですね。ですから導入ということで、選択肢の D、 こちらが正解ということでよろしいかと思います。さあ皆さん、続いて問いの9番でございます。設問指示を見ていただきますと、ベストタイトルは何なのか。で、皆さんはまだ第一段落しか読んでいただけてないですが、このタイミングで選択肢削れますので、まずは検討をお願いします。まずは皆さん、選択肢の A ですが、Human Intuitions、もしくは Moral Reasoning、このあたりが書いていないですよね。ただ皆さん、この Moral Reasoning、モラルという単語、そして reasoning という単語、単語は存在しているんですが、それを2つくっつけた表現、これはないですからね。そして選択肢の B も origins、 もしくは affective revolution、 このあたりが第一段落に書いていないのでダメそうですね。で、選択肢の C の moral judgment models、 これが皆さんこのあたりに書いてますよね。そして選択肢の D もこちらにしっかり書かれております。ですから第一段落読んだ段階ではなかなか一つに決まらないので、続いて皆さんには第二段落を一読していただいて、でその後 C か D か検討をお願いします。で、皆さん、選択肢の D ですね、第二段落になかったですよね。で、皆さん、一方選択肢の C の Moral Judgment、 これ皆さんここに書いてますよね。そして皆さん、 Development、 開発発展で、それに関するお話が drives、 駆り立てるとか促すんですね。つまり前に進める話でございますので、正解は C ですよね。ですからタイトルを選べということでございますので、少なくとも2つの段落、もしくは複数の段落に書かれていることですね。それを最優先して決めていただけるとよろしいかと思います。さあ皆さん、続いてこちら問いの3番でございます。この第2段落の内容で解けますので、検討をお願いします。さあ皆さん、設問の指示のこの一番最後の方でございます。Cognitive Revolution。で、それは皆さん、この段落の一番初っ端ですよね。書いております。そして、設問の指示の真ん中の The First 20 Years。で、それもこちらですよね。1950年代と1960年代。ですから、該当箇所一致しておりますので、やはりこの第二段落の内容から判断ができるかと思います。で、皆さん読んでいただいてわかるかと思いますが、選択肢の A の Moral Emotions、これは書いていなかったので、まずは×ですね。
そして皆さん BC すっ飛ばしてちょっと D を先にご覧くださいね。で皆さんその D の前半のこういう理論ですね、それ皆さん本文こちらに書かれております。ただしそれが皆さんイントロデュース導入されたかと言われたら、皆さんもちろんこのゲイブウェイトゥーの解釈次第ですよね。もちろんギブウェイトゥー直訳すると道を点々点に与える、つまりトゥーから右側に道を譲る、譲歩する。ですからこちらのセオリーズの出番がなくなってるんですね。ですから相手に道を譲っておりますので、選択肢の D は introduced、 これが×ですね。で一方道を譲られたこの辺りですね、四角括弧でくくってみました。ですから道を譲られているわけですから、こちらに焦点が当たってるんですね。でそれにもかかわらずこちら rejected、 拒絶されておりますのでダメですよね。どっちかっていうとこっちの方を受け入れられてる方ですからね。となってくると正解は C ですよね。でその皆さんコールバーグさんの話は例えばこちらですね。でもちろん2箇所目3箇所目、もちろんどこを読んでいただいても否定されてる話はないですよね。でそのコールバーグさんが考えてること、それは道徳的判断を前に進めると、まさに肯定的に書かれておりますので、やはり C が正解ということでよろしいかと思います。さあ皆さん続いてこちらの問題でございます。この第2段落で一発では決まらないんですが、選択肢絞ることができますので考えていただけるとよろしいかと思います。さあ皆さん選択肢の2番と3番の文頭 Moral Reasoning、 それに関するお話がこういったところに書いてますよね。ですから最初にやってくるのは2か3かどっちかだろうと。ですから選択肢の A、 1番から始まっているものはダメそうですね。じゃあトメさん2番3番どっちが最初に来るのか。トメさんこれはこのあたりでいけそうですね。複数の視点、複数の観点から問題を眺めてみると。でその話がこの2番のこの文末に書いてますよね。ですからどうやら2番が最初に来そうですね。で残りの選択肢 B と D ですが、これは次の段落読んでから考えますね。すみません、第3段落行く前にもう1台だけ解いていただきたい問題がございます。検討をお願いします。で皆さん説明の指示にある通り Moral Development、 モラルの発展開発ですよね。でそのモラルが発展していくお話はこちらですよね。 Moral Growth で、あと皆さん何年代なのかということですが、こちらに書いてますよね。つまり1950年代と1960年代でございますので、正解は B ということでよろしいかと思います。それでは先ほどの設問の続きでございます。こちら2の後に1が続くのか3が続くのかですね。第3段落を一読していただいた後、検討をお願いします。そこで選択肢の3番の Moral Emotions、 それがこちらに書いてますよね。ですから2の後は3ですから正解は B ということでよろしいかと思います。さあ皆さんお疲れ様でございました。理工学部の講評行ってみたいと思います。ただ皆さん早稲田の全体的な勉強法、これに関する動画はすでに存在しておりますので、もしご覧になっていなければそのリンク先概要欄に貼っ付けておきますので、この後ご視聴よろしくお願いいたします。さあ皆さんそれを踏まえて詳細いってみたいと思います。まずは括弧1番長文読解、内容1問題と下線部説明が中心ですよね。そしてやや難レベルでございますので、このレベルを余裕でさばくためには早稲田の中であれば社会科学部、そして慶応であれば総合政策学部、この辺りで練習してると早稲田の理工学部は標準レベルだなぁと感じれるんじゃないかなって感じがいたします。タミさん全体的な勉強でもお伝えしたんですが、できる限り過去に遡ってってくださいね。昔の方がレベルが高いので、それで練習しておくことをお勧めいたします。そして、括弧2番文法。これは皆さんお持ちの問題集、もしくはこのやだちとスタディのチャンネル、その中にある文法動画ですね。これで皆さん対応できるかと思います。ですから、長文とかに比べて文法は標準レベルが多いですからね。そして、括弧3番並び替え。まあ、正序問題なんですが、3種類出ております。で、まずは括弧、単語レベルの正序はやだちとスタディ。この中に皆さん並び替えの対策動画ありますからね。こちら活用なさっていただけるとよろしいかと思います。そして、カッコ E の文政所。これは早稲田の中であれば政治経済学部。そして、カッコ U の段落政所。こちらは関西大学。このあたりで練習するとよろしいかと思います。
神さん、関西大学の動画もですね、このヤダッチとスタディの中で扱っております。ですのでそちらをご覧になっていただいてもよろしいかと思います。そして括弧4番の単語、これは与えられた状況からひねり出す必要性がございますので、いかに普段から音読をしているか、つまり口から発する練習をしているか、これがものを言いますよね。ですのでちょっと難しいのはやっぱ括弧1番の長文読解だけですので、あとの234は標準レベルが多いですからね。ですのでこのあーといいですね、この辺りで練習しておくと長文読解解きやすくなる、引いては高得点が取りやすくなりますので、他の受験生と差をつけるとすればここですね。ですので参考なさっていただけるとよろしいかと思います。では皆さん、スクリーンショットする方はどうぞ。ということで、噂に向かって頑張りましょう。